ご視聴ありがとうございます。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは日本の女性アナウンサーの滝山あかねさんです。1994年5月10日生まれの29歳、兵庫県出身。血液型は A 型、身長170センチ、3サイズは上から87、59、88の推定 D カップです。豊満な巨乳で可愛らしいルックスに男性諸君は思わず釘付け間違いないでしょう。そんな彼女ですが、趣味は C 社で、かつては C 社バーに通っていたほか、自宅にマイ C 社も持っているとのこと。小学生の頃から女性アイドルが好きで、小島春菜を憧れの人に挙げている。幼稚園の頃からジャズダンスを習い、中学時代はソフトテニス部に在籍、近畿地区の大会に出場したことがあったという。高校在学中の2011年に NMB48 の第2期オーディションで合格したことを機に、同年5月から NMB48 に研究生として在籍した。しかし学業と芸能活動との両立に悩んだことから、学業優先を理由に2011年12月10日の公演で NMB48 からの卒業を発表。2012年1月15日のオーマイガー発売記念イベントへの出演を最後に NMB48 としての活動を終了した。 NMB 在籍中からアナウンサーを志望したため、 NMB 卒業後には芸能活動を中断し、関西学院大学文学部へ進学。進学後の2014年からローカルタレントとして単独で芸能活動を再開している。村上マヨネーズの突っ込ませていただきますでは、同年に実施された初代なんでやねんガールズオーディションに合格したことから、なんでやねんガールズの一員として単独では初めてのレギュラー出演を果たした。また2015年1月5日からはマンデースポーツのパーソナリティを担当。ラジオでは自身初のレギュラー番組ながら、スポーツ選手へのインタビューや取材も任されていたが、就職活動の準備などで2016年9月19日放送分で降板した。その後は学業と並行しながらファッションモデルやタレントとして活動を開始し、2017年9月20日に藤田環奈、西澤由香と共にABEMATVの初代専属キャスターに採用されたことが発表された。新卒の大学生及び関東以外の地方の出身者から唯一の採用であった。大学卒業後の2018年4月からABEMATVの専属キャスターとしての活動を正式に開始。しばらくは制作の裏側の勉強のため矢口まりの火曜ザナイトで番組スタッフとして参加していた。また2023年5月集英社週刊プレイボーイ23号にて水着グラビアを披露し、同誌表紙も担当した。今後どうなるのか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守りたいです。概要欄に滝山あかねさんの SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいね&フォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますので、ぜひお願いします。最後まで見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。